スキーブームが青春だった梅です。転んだ時立ち上がるのが大変になって、スキーはあっさり引退したけど、スキーをしてもしなくても、雪山や青空に囲まれた高級ホテルで過ごすのはいかがでしょうか？意外にお得かもよ。北陸新幹線、孫に2歳ドクターイエローぐでたま弁当、孫1、7歳ダークシンカリオン弁当、東京から1時間弱、軽井沢に到着。ゴー。さて今回のプランは、ザ・プリンス軽井沢ファミリースイートラウンジ利用午後3時から9時です。南口へ。プリンスホテルのゲストサービスセンタースマイルコンシェルジュ、チェックイン手続き、送迎などお世話になります。ベビーカーも事前にリクエスト。ショッピングセンターへ。雪はあんまりない。ショッピングセンター行くわよ。少ない雪でも気になるよね。よく晴れていて寒いけど気持ちいいです。おもちゃなどを買って15時を過ぎたので、ホテルより先にセンターハウスへ。センターハウスティータイム。巡回バスではザ・プリンスビラで下車。ビラ宿泊の時は終日使えたけど、今回は15時から21時。ビラは予算オーバー。ティータイムとナイトタイムが使えるからラッキー。ラウンジ営業は6時から21時まで。朝食が食べられない感じです。ティータイムのビュッフェ代行くわよ。クッキー、紅茶、パンプキン、玄米チョコ、マカロン、レモン、フレーズ、塩キャラメル、ツナ、レタスのサンドイッチ、野沢菜のおやき、スフレパンケーキ、アイスクリームはスタッフに注文。和菓子、初雪サザンカ、ドーナツ、シュガー、ストロベリー、ダブルベリーケーキ、オペラ、ショートケーキ。営業時間中ずっとアルコールも飲めます。危険。ジュース、オレンジ、リンゴ、トマト、炭酸、トニック、ペリエ、緑茶、ウーロン茶、グレープフルーツジュース、ミネラルウォーター、ジンジャーエール、コーラ、パーフェクトフリー、一番搾り、日本酒、軽井沢ビール、白ワイン、スパークリングワインも冷えています。皆さんスキーに行っているのか空いています。天井高い。持ってきました。サンドイッチ、ケーキと勝手にウェルカムスパークリングワイン。ケーキもレベル高いですよ。これは初めて、焼きたてスフレパンケーキ、メイプルシロップ、とろーり、これは大好きなタイプ。おいしい。スパークリングワインで乾杯。あったかい野沢菜おやきも来た。おいしい。ゴロナッツ、キャラメルアイスクリーム、かぼちゃのクリームスープ、ケーキのレベルの高さがとても嬉しい。幸せ。スパークリングワインで乾杯。実はこれは翌日のメニュー。スフレパンケーキがワッフルに、もちろん生クリーム。幸せ。オペラには赤ワインだ。センターハウスサンセット&ナイトタイム。サンドイッチがあったところにドライトマト、ミートローフパイ、カツオたたき風、生ハム、カマンベールチーズ、クラッカー、もち麦ブール、ごぼうのポタージュ、またまた持ってきました。おいしそう。これは地ビールに合う。軽井沢ビールで乾杯。カツオと海藻とガーリックチップ、最高。これは地酒が必ず合う。純米吟醸で乾杯。生ハム、カマンベールクラッカー、一口でいける。チキンのミートローフ、安心の美味しさ。スパークリングワインで乾杯。生ハムメロンにすればよかった。まだまだ軽井沢ビールが美味しすぎる。鶏肉とくるみのパテ、野菜のキッシュ、くるみ、パステルアーモンドチョコ、チップチョコは終日ありました。ごちそうさまでした。オリジナルのお土産もあります。巡回バスがうまく捕まらないときは
マイクロバスでザ・プリンスまで送ってもらいます。ザ・プリンス軽井沢ロビーです。暖かい感じのロビーフロアです。暖炉に火が入れられている。とても盛り上がります。見ていて飽きないですよね。これでもう来たかいあったな。お部屋へ。エレベーター。廊下をずっと行って突き当たり、ファミリースイートということで広い。カードキータッチでオープン。いきなり成果がいけてある。ファミリースイート 94.4 平方メートル。入って右にリビングルーム、ダイニングテーブル椅子4、ソファー、ロッキングチェア、テーブル、ソファー横、ティッシュ、電話、メモ、スタンド、大型テレビ、メインベッドルーム、ツインベッド、ベッドガードリクエスト、スタンド、目覚まし時計、照明コントロール、電源コンセント2、子供用浴衣、横開き、天気式セーフティーボックス、容量普通、荷物置き、テレビ、DVD プレイヤー、リモコン、引き出しにティーカップ、ハーブティー、ローズヒップ、カモミール、滞在中温泉施設、イースト、ウエスト両方無料、エスプレッソコーヒーメーカーとカプセルクリープ砂糖、電話機、スタンド、メモ、アクセサリースタンド、ティッシュ、洗面所、トイレ3カ所、お風呂2カ所あります。すんごー。メインベッドルーム、洗面所1、ドアなし、お花、ミネラルウォーター、2バルブ、混合水栓、ポンプ式ソープ、コップ、ハンドタオル、アメニティポーチ、基礎化粧品とスパッド、ボディシート、パック、ヘアバンドもあるよ。ドライヤー、パナソニックナノイー、南フランスのプロバンス生まれのアルガン、ボディローション、基礎化粧品、ポーラ、ひととき、洗面所横のクローゼット、バスローブ、ナイトウェアは上下セパレートとワンピース両方、クッションハンガー、木製ハンガー、パンツプレッサー、バゲージラック、スリッパ、ブラシ、靴べら、カトリキ、虫除けスプレー、冷蔵庫は冷凍コーナーあり、お茶、アクエリアス炭酸水、ジュース、リンゴ野菜、トニックウォーター、ハイボール、梅酒、ビール、おやつ、おつまみは310円。冷蔵庫の値段表です。ビール510円、アルガンシャンプーコンディショナー、入浴剤、ボディタオル、フェイスタオル、バスタオル、ランドリーバスケット、残念ながらバス、トイレ一体型、古風だけど綺麗なお風呂、陶器製、サーモスタット、混合水栓、ハンドシャワー、手すり2本、トイレ、電話、バスタオル、フェイスタオル、中央の洗面所にというかキッチン、お茶セット、湯沸かしポット、玉露ティーバッグ、布巾、2バルブ、混合水栓、上の棚にお菓子、ハードリカー小瓶、グラス、冷蔵庫、ブルーベリーサンド、あとはさっきの冷蔵庫と同様、洗面所2の奥、トイレ2、独立、ベッドルーム2、ツインベッド、スタンド、電話、メモ、電源コンセント、埋め込みの時計、照明、オーディオスイッチ、ランドリー、トレーナー1370円、上下セパレート型ナイトウェアとワンピース型、小型テレビ、クローゼット2、消臭剤、木製ハンガー、非常灯、ランドリーバスケット、セーフティーボックス、スリッパ、ベッドルーム2の洗面所3、ポンプ式ソープ、コップ、ハンドタオル、レーザー、綿棒、コットン、ヘアゴム、ブラシ、シャンプーコンディショナー、ボディタオル、ドライヤー、バスタオル、アメニティポーチ、日立イオンケア、2バルブ、混合水栓、ミネラルウォーター、お花、ティッシュ、スツール、ゴミ箱、奥
にトイレ3、お風呂一体型、陶器製バスタブ、もう一つのお風呂と同様、ライブラリーカフェの飲み物無料、リフト特別料金、夏のゴルフ無料はすごい。お部屋からの景観です。広々、温泉プリンスホテルウエスト、巡回バスで行きます。結構混んでる。受付です。入湯料1人150円は朝まで有効。タオル受け取り、レイザー、シャワーキャップ、綿棒は持っていく式です。おしゃれな待合を挟んで、こっちは男湯。2021年4月オープンの新しい温泉、露天風呂、サウナ、水風呂もあり、お湯もすべすべ系でなかなか気持ちよかったです。おむつの子が入れないのは残念。翌日明るい時に行った様子はこちら。ウエストホテルからは直通、テニスコートの前です。バス停は正面。フィットネスルーム7時から夜10時、最終受付9時。ホテル案内、ザ・プリンス軽井沢。外観です。入り口ロビー、フロントは2階、1階客室は外廊下です。巡回バスが玄関に到着。車寄せの椅子、売店は大きくないですが十分な品揃え。1階ライブラリーカフェ林道、緑を感じながら喫茶、読書が楽しめる。エグゼクティブフロア利用者はコーヒー、紅茶、リンゴジュース、ビール、ワインが無料。素晴らしい。わー、素晴らしい。注ぎ方のせいか、ビールが上質なせいか、空気がいいせいか、そのどれものせいか、すごく美味しく感じる。ダイニングルーム、ボーセジュール。美しい風景を眺めながらゆったりとフランス料理をいただけます。素晴らしい。ザ・プリンス軽井沢は1982年4月開業、2012年7月改築。客室数99、イースト243室、ウエスト418室と比べるとこじんまりして静かな感じです。スノーマンパーク。軽井沢プリンスホテルスキー場にはイーストスノーマンパーク、日帰りスノーマンパーク、ウエスト、ウエストトビッコランドの3つの子供向け雪遊び場があります。スノーマンパークはスノーエスカレーター、チュービング、ソリ、ふわふわなど、小さい子供も安心して遊べます。イーストに来ました。結構広くてちびっ子たちは大稼ぎだ。入園料金は一般1800円取り付き、西武プリンスクラブ会員1500円、3歳以上は同額です。あー、今気がついた。しまった、2歳にも払ってしまった。太っ腹。こっちはパンダルマンキッズスキースクール、人気で早めに予約しないと取れないぞ。楽しそう。温泉イーストフォレストホットスプリング。イーストは1973年開業、スキー場にも近く人気です。森のホットスプリング&スパ、ゴー。イーストからの連絡通路もあるようでしたが、案内されて外から。バイブラバスがある分、女湯の方が広いようです。受付とフィットネスが1階、お風呂は2階です。フィットネスルームは7時から夜10時、最終受付9時。予約制でした。2階へ。男湯、タオル、アメニティ置き場、シャワーキャップやレイザー、コットン、ヘアゴム、綿棒、ブラシ。女湯。ウエストの温泉の方が新しくて人気なのか、時間帯のせいなのか、とても空いていてとってものんびりできました。露天風呂は細長くこじんまり、スチームサウナあり。バイブラバスは女性のみ。アメニティは軽井沢発の自然酒商品アロバーチ。帰ります。お会計です。大勢で泊まれば美味しいもの食べてたくさん飲んで丸得。今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てね。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。